どうもこんにちは、しがです。一種最強図鑑バトルコロシアムをやっていきたいと思います。今回はベルビアンジャイアント大ムカデです。前々回ぐらいにねちょっと動画投稿したんですけど、その時はプラチナクラスも確か優勝できなくて悔しい思いしたので、もう一度育て直しました。で、まあ、今回はステータス的には攻撃もね前回より上がってると思うし、なかなかねいいんじゃないかと思います。昆虫最強決定戦行ってみましょう。行きます。今回はね、まあ、プラチナクラスは突破できるでしょう。っていうか、もうすでにね、今回はプラチナクラスはもう突破してます。で、まあ、ね、ステータス上がるんで、この昆虫ね、最強決定戦、まあ、言っておりますけど、まあ、軽くはまあ、まあ、いけるかな。軽くいけるかはちょっとわかんないけど、まあ、突破できると思います。まあ、目標はもう今回間違いなく最終研究大会なんで、勝ってるね、もう行きます。ステータスを上げていきます。お、だけど、もう早くももう追い詰めてるね。ミエデラゴミムシ追い詰めてます。これはもう、勝てるでしょう。いけるでしょう。炭酸で決着つきそうです。威圧でとどめだ。いいです。いい感じです。はい、ということで次はオオスズメの亜種。はい、回避が高いですけどね。まだ、だけど、最終研究ではないんで、大丈夫でしょう。まあ、このゲームね、命中もね、ほんと高い方がいいんで。ただ、命中がね、今回、前回と変わらんぐらいやないかな。600ちょいぐらいやないかな。だからちょっと厳しいですけどね。やっぱ避けられた。ちょっとね、命中が上げれなかったんで、当たりませんね、回避が高いと。あ、毒食らってるんで、ちょっと厳しいな。猛毒来るぞ。これやられちゃうんじゃないかな。これ当たらないともうやられちゃいます。ああ、よかった、当たった。毒はないか。毒流行じゃないと毒はない。よし、毒は直しました。またポイズナース来る。結構ね、きついんですよ。毒攻撃をね、バンバンしてくるんで。でもこちらはね、あ、でも倒した。3つのうち1つしかないんで、毒攻撃が確か。まあ、攻撃をね、上げてたんで、バッチリ倒すことできました。もうさっさとね、優勝しますよ。四円魔半妙。これは相性いいんやないかな。回避が高いんだよね。四円魔半妙は。回避が高いんで、当たりさえすれば勝てると思うんですけどね。ただ攻撃力はまあまああるな。よし、威圧で、どうだ。おっと、ギリギリまで減らした。一撃とはならず。一撃ならず。で、もう回避上げてきたんで、どうでしょうか。よし、毒流行当たったらいいけどね。あ、やっぱ避けるね。回避をね、上げてるんで、もう、当たりません、もう全然。さらに上げてきた。さらに上げてきたよ。もうこれ当たらない。当たらない。あ、当たった。当たったね。当たるもんだね。まあでも、もう前回と違って楽に優勝できた。いや、クラス最終研究大会に来ちゃいました。優勝するぞ。はい、前回はね、プラチナクラスすら優勝できなかったんで、もう今回は必ず優勝しちゃうぞ。ということで、最初の相手がアルゼンチノサウルス。これ相性いいんじゃないかな。では、もう早送りでいきましょう。今回、最終研究大会。おっと、毒流行。毒流行でいい。それでいいんだ。毒流行でいいんだ。地響き。よし。特に、もう怖い攻撃はない、相手は。よし、毒流行。それでいいんだ。こういうのでいいんだ。よしよし。猛毒になっちゃいました。恐ろしいね。ベルビアンジャイアントオムカデ。よし、毒でもう、ガンガンに減らしてあげましょう。もう猛毒なんで、もう、たちまち体力がぐいぐい減っております。応急処置2で回復したけど、毒の方がもう強い。猛毒ですよ。もうドボドボ出てます、紫色の毒が。
もうドボドボ出てます。おでも猛毒直しましたね。体力防御があるんでやっぱりこう粘るね、粘っちゃうね。だけどもこれで終わりだ。いや耐えたか。しかしもう完勝と言っていいんじゃないかな。よし勝ちました。ちょっと強敵かな、スマトラオヒラタクワガタ種。あのアビリティ次第かな、アビリティで攻撃上げてきたらやばいよ。おっといきなり大技来たよ。結構減ると思う。うおー半分以上減った。ちょっと待って、これ大丈夫かよ、大丈夫かよ、やられちゃうんじゃないか。おっと飛びつき耐えた。あー危ねえ。だけど大丈夫か。おい毒流行はいいけど次先手打たれたら負けちゃうじゃん。あーやばいやばい、毒先聞けば勝つけど。よし危ねえ危ねえ。いや今のは危なかった。おっとカバが決勝まで勝ち上がってきました。カバが勝ち上がってきてるよ、この厳しい戦いに。ただ相性はいいな。おっとヘビークラッシュ、縄張り式はしていない、縄張り式は出してこない。しかしもうちょっと申し訳ないけどこれは圧勝でしょう。こちらの強豪、強豪で毒は食らいません。これはさすがにいけるでしょう。早送りしますか。おっとでも縄張り式を出さずにバンバン攻撃していきますね。お守りの構え、おっと守りの構え出しつつ避ける。やっぱ勝ち上がってきただけあるなこのカバ君は。おっとここで縄張り式だ。強豪毒流行出さないな。毒流行がすごく重要やと思う、あのペルビアンジャイアントオムカでは。毒流行をいかに出すか。おっと縄張り式2連チャン、狙いの構えからの威圧。毒流行今回出さないな。こういう時ってね相手次第で危ない。非常に毒流行いかに出すかにかかってるかな。攻撃がねまああんま高くないんで、あんま高くないっていうかどっちかしたら攻撃が弱い方なんで、また毒出さないな。今回毒を出さないんでちょっと判定になったな。最後カバ相手で舐めてかかったけど判定になった。判定まで持っていったこのカバ君はすごいです。よし優勝だ。前回プラチナクラス失敗したんで今回はプラチナクラス突破して最終研究大会も優勝することができました。で、まあ、今回一番ね危なかったんでもう負けたかと思ったんだけど、まあ、とりあえず優勝できてよかった。